皆さん、チャオ。さあ、今週も始まりました NDP TV です。はい、あなたのおたとも兼ニュースキャスターの BMK のキーラ佐藤拓海拓海です。さあ、ということで、今週もですね、本当に盛りだくさんのラインナップと、あと今回はね、どうしてもピックアップしたいことがいかんせんたくさんあるので、今日はサクサクとまずは今週のラインナップからいってみよう。NDP TV 5月17日から23日配信ラインナップ。5月17日月曜日19時から辻本達則バースデーイベント、20時からゆたこ&ひらこの部屋。5月18日火曜日19時からエリアの研究中だもんで、5月19日水曜日18時から古舘一郎本田孝文のおしゃべり道場。5月20日木曜日19時からエリアの研究中だもんで、20時から祭り出したら止まらない。5月21日金曜日20時からしゃべくり本ちゃんサシトーク、ゲスト神田陸人。23時から辻本&田村の休日前編。5月22日土曜日13時から祭りラインの愉快活発ライブ。18時30分から NDP TV スーパーライブ BMK ザライブハートを燃やすのじゃ。5月23日日曜日18時から NDP TV スーパーライブ小野の小町百花繚乱感謝の舞。20時から祭り出したら止まらない。配信日、配信内容、出演者が変更になる場合があります。詳しくは ndptv.jp まで。さあ、ということで今週もですね、本当に盛りだくさんな、番組ラインナップになっていたりとか、あとはしゃべくり本ちゃんサシトークっていうね、新番組が登場してるわけ。いかがせんたるみんは本ちゃんオタクだから、ちょっと、まあ、神田陸人がゲストっていうのがちょっと納得がいかないんだが、まあまあそこも含めてね、まあ、新番組が始まるということで、ちょっとそこ楽しみだなっていうふうに思いますね。そして先週までは夕日の休日の前編後編をお送りしていたこの〇〇の休日編、今回なんと辻本&田村の休日というふうにお送りするということなんですね。で、またこの〇〇の休日編、すごくやっぱりこのスタッフさんもですね、気に入ってるみたいで、またディレクターさんからですねメモをいただいてるので、ちょっと読ませていただきたいと思います。なんと今回はスペシャル回ということで、辻本辰徳さんの休日に田村幸久さんが同行するという風になってるみたいですね。なんと、辻田村のお二人が以前から一緒に行きたいと言っていた日間賀島というところに行くことになったみたいです。撮影裏話としては、あまりにも自由すぎる辻田村、カメラが回っていないのにいろんなことをするためディレクターは大変でしたということで、まあそうでしょうね。やっぱりお二人とも外部でバラエティに出ているということで、外部のバラエティだとやっぱりこういろんなスタッフさんとか、そしてゲストの方だったりとかっていうものがいらっしゃるから、やっぱりそこら辺はしっかりとこう気を使いながらねやってってるお二人なので、こうやってこうなんていうかな、スタッフさんとか、あと共演者もね、田村さんと辻本さんってお互いにこう長年ずっと一緒にやってる方々なので、そんなお二人だからこう変に気負いせずに関わっていくっていうことなんじゃないかなと思うと、なんかまた新しい2人の一面が見れるんじゃないかなと思って、すごく楽しみですね。さあ、そしてですね、今回そんな中でこの NDP TV ニュースは毎回激推し面っていうものを紹介しているんですけれども、今週の激推し面を紹介していきたいと思います。今週の激推し面はこちら、バレン小野の小町から小西玲奈さんと坂中楓さんです。はい、なぜこちらのお二人をピックアップしているかというと、おそらくもう、発表になっていますね。小野の小町をですね、なんと、小西玲奈さんと坂中楓さんが、5月をもちまして卒業するということが発表されました。たくみんも小野の小町がもともと本当に大好きだったっていうこともあって、お二人が卒業するっていうことに関してはすごく驚いたんですが、おそらくまあそれに関してのことに、それに関してはですね、多分もう二人からも言葉が出ていると思うので、そちらを見ていただくことが多分一番お二人の気持ちがダイレクトに届くと思うので、たくみんはもう余計なことはありません。ただ今回5月23日の NDP TV スーパーライブ小野の小町百花繚乱感謝の舞っていうこちらのライブがですね、お二人から皆さんへの気持ちを、そして小野の小町としてのライブを出すっていうことが、またこれ最後の場になるということなので、そんなお二人からですね、なんと今回メッセージの方をいただいているということで、そちらを
はい、こちらにいただいているのでそちらを読ませていただきたいなというふうに思います。それでは読ませていただきたいと思います。久しぶりのライブなので元気よく皆さんと楽しみたいです。7年間の感謝の気持ちを込めて全力でパフォーマンスをさせていただきますので、皆さんぜひライブを見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。小西玲奈と魚の楓より。シンプル、シンプルイズザベスト。そうなんですよ、あの小西さんと魚がさんもですね、7年間っていう長い期間、グループの名前が変わったりとか様々なことはありましたけれども、本当に駆け抜けて僕のよりも大先輩なんですね。そんなお二人がこれからの道、そして今までの感謝の気持ちをライブに込めるということなので、やっぱりね寂しいのよ、僕たちその女の子町を応援していた人も、私さこうやってこうフォーチュンの様々なグループを応援してる人たちもきっとこう何かしらの形で小野小町さんっていうグループに何かしら関わりを持っていたと思うんだけど、でもねやっぱり僕は思うのは、まあ、そういうお別れとか決断っていうものは、こう希望とそして悲しみ2つがまあ存在する、そういう出来事だと思うんだけど、だからこそこの希望の部分ね、希望の部分を僕たちがでっかくしてお二人をこうお送りしないとダメだと思うんですよ。だからこそみんなにはこの5月23日には皆さんにも集まってもらって、自分たちの目でお二人の言葉を聞いていただいたりとか、そしてこれから小野小町さんがねどうなっていくのかということを見守っていただけたらなというふうに思うので、本当にこの5月23日のライブは皆さん激推しで見ていただけたらなというふうに思います。作品も絶対見ます。まあ、今週もねいろんなラインナップがあるんですけれども、やっぱりタグミンはフォーチューン全体で見なってほしいっていうことはずっと思っていまして、最近だとオープンレックさんの方でなんかこうお得にこのいろんなね配信ラインナップを見られるよっていうサービスが始まったりとかしていますから、ぜひいろんなものを利用してもうグループの垣根を越えて見ていただけたらなというふうに思います。そしてこの NDPTV ニュース、先週はですねたくみへのおめでとうコメントをたくさん募ってたんですけど、本当にたくさん来ててね、キャスターとしてたくみのこと好きになってくれたよっていう人もたくさんいて、そんな中で、こういうふうに番組を続けてられるのも本当に嬉しいなっていうふうに思いますし、これからの感謝の気持ちを込めて本当にありがとう、みんなコメントしてくれた人もね、だから、ニュースを続けていけたらなっていうふうに思います。ということで、今週もありがとうございました。ぜひ皆さん悔いのない推し活動をしていただけたらなというふうに思います。ということで今週もありがとうございました。こちらのニュースをお伝えしたのはあなたのオタク友達兼ニュースキャスターの BMK のヒーロー佐藤匠でした。バイバーイ。